どうもウィリアム・テンプソンです。今回はですねこちらのサックア・デペッシュ、エルメスのですねサックア・デペッシュという、まあ、なんていうのかな、結構メンズでメンズっぽいビジネスバッグ、まあ、ケリーとかよりも男らしさがある、ものなんですけど、そちらのケアをしていこうかなというふうに思います。まあ、私は収集癖がありかなりの収集癖があり、一度ケリーに手を出したしもう止まんなくなってしまって、それでこれを買いました。まあ、ケリーは黒と赤っぽい感じのやつだったんで、これは焦げ茶っていうか茶色にしようかなと思って茶色を選びました。まあケアをしていくんですけど全く一緒です特に変わらない。だからなんかまあなんだろうな気になるって人はそっちを見てもらっても構いません。っていうか一緒ですね、内容的に。うん、ただ今回茶色なんで補色をちゃんとするんですよ。この色がすごい痩せてるんで結構汚いな。だそういうところの補色とかはまあちょっと違いはあるかなというふうに思います。って言っても別に大して変わんないですけどね。前回黒だったんで簡単でしたけど、茶色はある程度その濃淡とかが出てくるんで、黒はもう黒っていう色ですけど、茶色に関してはいろいろ様々な色がありますからね、その難しさはあると思います。でブラッシングとかしてもいいですね。本当はした方がいいと思うんですけど、ブラッシングはしてないです。今回しても問題ないです。する場合はまあ全体は特にしなくても、ね、ある程度はできると思うんですけど、落ちると思うんですけど、こういう細かい部分とかね、内側とかはブラシがあるとすごく便利ですね。私実はバック用のもののブラシとか持ってなくて、ちょっとそのできないんですけど、ブラシはねあんまり興味がなくてねでこんな感じでリグロインでですね、今なんだ内側のケアをやってるんですけど、もう拭くだけ、特に拭くだけです。 あとリグロインで落ちたことはないんですけど、まあ、落ちるかもしんない、いや絶対ないんだけど、これエルメスって書いてあるんですよ、ここにロゴがね。こういうのとかをこすっちゃったりすると下手したら落ちちゃうんで、それは気をつけてください。でなんかここにあれがあるな、ボールペンの跡みたいなのがあるんで、それも落とします。なんだ落ちないな、なかなか。なんだろうこれ、ボールペンなのかな、どっちだ、あれなんだこれ。こういうのはねなかなか難しいんですよね。ここまで落ちないとは思わなかった。もっと簡単に落ちると思う。こうリグロインと今アルコールを混ぜてます。これで、まあ、完全に汚れと油性と水性の汚れに対して強いものとなっております、この布についた液体がね。だから相当万能なんですけども、おかげでだいぶ落ちました。あーバカだな、ビフォーを見せてなかったな。ちょっとまだ残ってんだ、ここにね、これ見えない、だいぶ消しちゃったからな。これここにある。見えます？ここにね黒い、こういう感じで、こういう感じで、ね、線が入ってたんですけど、あこれだこれだこれ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 を今落としてます。バカだな、ビフォーを見せなかったのは結構アホだな。もったいないことした。もっと先濃かったんですけどね。これで頑張って、こういう感じで、点で、こういう感じでやるんじゃなくて、点で攻撃することで、一瞬で消えて、で、その周りも特に、ダメージを受けることなく、ね、落とせるので。ただ、点だけでやってると、今度そこだけ薄くなっちゃったりするんで、たまにこう、ぐるぐるっと全体を巻き込みながら、やると、ちょうど良くなりますね。で、今落ちたんですけど、黒くなってるじゃないですか。これはシミです。水のシミなんで後で消えます。そんな感じです、汚れ落としを。
で、やっぱり一番汚れ落としをするべき点っていうのはここですよね。持ち手、持ち手は絶対でしょっていう感じなんで、ここは絶対通りです。ここの汚れ落とし重点的にやります。これですね、次に染色というか補色をしていこうと思います。まあ、結構ねこう色褪せてるんですよ、こことか。だからこういうのをねちゃんと色付けしていこうかなというふうに思うんですけど、まあ、使うのはスピランです。スピランという染色、革の染色染料でやっていくんですけど、まあ、これに完全に合わせなくてもね意外と染まってくれるんですよ。まあなんでだろうねちょっとわかんないですけど、で、まあ、難しいんで、結構最初は気持ち、この革より革と同色かちょっと濃いくらいまでですね、同じ色かちょっと濃いくらいにしないと失敗する可能性があります。ただね意外とこれ染まりづらいんですよ。だからそんなに問題はないです。意外とこれどあんまり違くないって感じじゃないですか、色が。だけどね使ってんとほら結構染まるんですよ。だからねあんまり関係ないんですよね。で乾いたりするとまた色がね戻ってきたりするんで、そしたらまたやればいいだけ、そんだけです。もうそれ繰り返してればいつの間にか治ります、かなり綺麗に。だからわざわざ色褪せたからってね業者に頼む、よっぽどすごい色褪せだったらねあれだけど、ちょっと一部とかそんぐらいだったら自分直せますから、まあ、そんなに気にしなくて平気ですね。ほら結構綺麗に染まってきたな。なんでもあれだ、なんちゅうのかな、黄色いな、黄色いかな、ちょっと黄色じゃない色を足しましょう。このクラフト染料っていうのはね水性染料なんであまりおすすめしないんですけど、ただ私が一番大好きな色なんですよ、これクラフト染料の焦げ茶。これでちょっと軽くやってみましょう。ちょっとあ目立たないところで一回、あいけそうですね。これで一瞬濃くなります。ほらでもなんか合ってきた感じしません。で全体にねこう塗る必要ないんですけど、まあ塗ります、なんとなく。ちょっと全体なんか、これさ、冴えない色なんですよ。だから、俺なんかスピラインよりこっちの方がいいかな、でも。そんな気がしてきた。本当は、染料的に優れてるのはスピラインです。で、色的にね、優れてるのはこっちなんですよ。だからこっちでやります。全体をやってはいけない理由、本当はやってはいけない理由っていうのは、つくんです、これ。すごいつきます、服とかに。そんでつくとね、もうなかなか落ちないと思うんで、やんない方がいいです。本当に。ただ私は一応慣れてるんで、つかないような方法もできます。だからそれを後でやるっていう理由っていうか、含めて、それも含めてやりますね。で、こっち側はほぼ色あせてないんで、ちょっとこの辺だけやって終わりにします。ここはわざわざやらなくていいですね。こっちは意外とね、色あせてたんですよ。やっぱ表面だからかな。バッグのこと全然詳しくないからね、名前名称とかは分かんないですけど。ちょっと待って、こっち小刃が重要なんですよ。この辺小刃がね擦れてて白くなってることと結構あるんで、この靴で、この靴じゃない、このバッグで言うとあんまないな。でもこういうところとか白いじゃないですか。こういうのみっともないんで、これあんまり目立たないですけど、こうちょっと濃いめの色とかで小刃を染色してあげるとかなり締まって見えますね。ある程度ねここら辺さすごい落ちてるように見えるじゃないですか。これは油分補給でどうにかするんで、そこは平気です。この後ですねやるのは。だからこっからです、こっから。よし、こんな感じです。コバはして、この角っこをちょっと染色補色していって、である程度ね濃くなっちゃったかなと思っても意外と平気なんですよ。だ最初のうちは同色か、
補色かな、最初のうちは同色の方がいいです。で慣れたらこの濃いような色でもできると思うんで、濃い色でやっちゃってください。でやっちゃってくださいって言うとなんかあれだな、怖いな。私も絶対できるとは言い切れないんで、まあ、まあそこは自己責任ですね。もし失敗しても私は何ともできないんで、だね、こういうところとかもこうやれば、でこれ一瞬濃くなったと思ってねビビっちゃうんですよ。でも乾くと、まあ、水的なもんなんで乾くと元に戻ったりするんで、意外とついてなかったりするんですよ色も。だからもうほんとさっきも繰り返しですこれ。だからそんだけですねそんな難しくないからこれ。だからまあ時間があん時とかに適当にやればいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、そのバッグをお手入れする趣味みたいな人ってあんまいないと思うんですよ。靴磨きはね結構いてもバッグはあんまいないと思うんで、まあ、そのバッグ磨きって変だな。まあ、バッグ磨きも靴と一緒に磨いてくださいみたいな、やってくださいって感じで、靴だけではなくバッグもところですね。まあでも多分やってると思うんですよ、靴磨き好きな人は。大体バッグもね、革製品はね多分やっちゃうと思います。理由としては靴磨きがその楽しくなっちゃって、もう他の革製品もなんかしたいみたいな、そうなると思うんで多分やってると思います。で大体乾いてきたかなこの辺、うん、ほぼ色がねほら元に戻ってますね。ちょっと濃くなってますけどまだ乾いてないっぽい。この辺とかも、うん、こっちやったっけ、こっちはやったけどこっちやったっけ、そう覚えてない。そのこの余りとかでも普通にできます、こんな感じで。そんなほんと簡単ですねってしか言ってないな今回全然ためになってないと思うんですけど、本当にそんな程度。ただ面積が広いから結構手間なんですよ。それでね、まあ面倒くさい作業ではあります、手間的な話で言うと。でこのこれなんていうの、鍵つける鍵のついてるやつね、これはよくわかんないんで適当にやっときましたはい、以上です。ここでですね、スピランはしまった方がいいです、怖いんで。まあ一応置いときますけど、蓋は閉めた方がいいです。倒れたらもうシャレになんないんで、ここでデリケートクリームでも塗ろうかな。デリケートクリームを塗りましょうか、こっちでいいや今ねモーブレーのリッチデリケートクリームと悩んだんですけど、貧乏症が出て普通のにしましたこれ塗るものはこれかリッチデリケートクリームにしたものです。まあもしくはブートブラック。理由としてはあまり他のものはね白くなるんですよ。例えばコロニルシュプリームとかあれ白くなるんでやめた方がいいですっていうことですね。で前ケリーデペッシュの赤いバージョンはね顔料系だったんですよ。でそれで分かったと思うんですけど全然染み込まないんですね。で黒はすごい染み込んだんですよ。そういう違いがあるので色によって結構変わります、バッグって。だそこはちょっと、うん、色を見極めた方がいいです。だからその色違いでね見てった方がいいかもしれないです。で茶色に関しては難しくて顔料系が多いのかな。ただ染料系もあるんですよ。だからちょっと難しいんですよね、何とも言えないっていう。黒はまあ高いのは染料系がやっぱ多いんだけど、でこれね意外と染み込んでるんで、うん、まあ、そんなに変なやつじゃないかなっていう、変な顔料でもないかな。そうですね、意外と染み込んでいます。それを見極めるのが難しいんですよね、染み込んでるのかな染み込んでないのかなっていうのは。でそれでコロニルシュプリームとか使っちゃうと一瞬で乾くんですよあれ。だから染み込んでると思ってなんかいい気になってんと実は何も染み込んでなかったっていう、あれはね嘘だろうって思いますよね。あれを知った時はびっくりしましたから、えっ、だってトンプソン
トンプソンケーキ缶銃の、レプリカ銃に塗って乾いたんですもん、一瞬で。嘘だろって感じしてる。そんなもんなんだって。で、今指で塗ってますけど、手で塗ってますけど、こっちは手でいいです。次もう一回ですね、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、スペシャルナッパ、サフィールノワールのスペシャルナッパを塗るときは布の方がいいです。まあ理由は後で言います。で、あとこれ、まあこっち側ね、あんま塗んない方がいいんですよ、書類とかにつくんで。だ、あんまりおすすめしないです。まあちょっと軽く塗る程度ならいいですけど、やっぱ革なんで塗った方がいいに越したことないんですよ。ただこっちはね、あんま曲がんないですし、外気とかにも触れないから、あんまり外気に触れないっていうか、ダメージとか受けにくいんでね、そんな塗る必要がないんですよ。曲がる部分までですね、だから塗ったとしても。こっちなんか、両面革だな。両面革っていうか、両面表側だな。あと、あ、ほら、結構浸透してるじゃないですか、この辺とか。だから、ある程度のね、浸透力はあるっぽいんで、まあ問題ないです。で、あと染色の話に戻るんですけど、あれ、スピランとか使ったじゃないですか、染料わざわざ。で、靴クリームとかもちゃんと色付きのやつあるんですけど、そっちを使わなかった理由としては、染料の方が、まだ、映りにくいです。色移りしにくいんですよ、周りのものに。だからいいんですけど、靴クリームは、ロウとかが入ってるんで、染み込みづらいと。で、表面に残っちゃうんですね。だから、染み込むのもあるけど、染み込まない部分も出ちゃうということで、より危ない、危険性が高いと、ね、なるんですよ。それで、靴クリームはおすすめしてません。まあ、一部とかこういうとこだったら、まあ、靴クリームでも平気ですけど、でもね、ちょっとあんまり良くないかなっていうふうに思います。で、色落ちって、ものによってて、傷による色落ちなのか、擦りすぎによる色落ちなのかで結構変わってくるんですよ。だから、ここに関してはね、傷というか、乾燥による色落ちなんで、これ乾燥を元に戻せば、何も色つけずにも戻っちゃうはずなんです。だからね、その見極めも必要なんですよね。結局難しいじゃねえかって感じなんだけど、見極めができちゃえばもう超簡単。バックは何にも考えずにできます。靴磨きはテクニックとかが必要ですけど、バックは特にテクニックはいらないな。ただ手を動かしてればできるような、まあ、簡単に言うと流れ作業みたいになっちゃってますね。簡単です。で、まあ、全体に塗ったんですけど、コバは別にこんな程度でいいです。こう余ったものを適当に塗る程度で、例えばこういうところがちょっと乾燥気味だっていう場合は多く塗ってもいいですね。で、これにも塗りましょう、ちゃんと。こういうの多分結構あれ乾燥しやすいと思うんですよ。で、ダメージも受けやすいと思うんで、これはちゃんと塗った方がいいです。で、なんか脆そうなんで紐だから、私もなんでこんなのついてんのかよくわかんないですけどね、わざわざかっこいいんだよね、これ。あんとちゃんとやりましょう。で、型崩れになる可能性があるんで、あんまり油分は塗んない方がいいです。ということで、今からスペシャルナッパを塗っていこうと思います。その後ですね、まあオリーブオイル塗れたら塗ろうかなって感じですね。オリーブオイルはほんと少量で塗ります。スペシャルナッパこんくらい取って伸ばした方がいいかな。このくらい取って、で、今寝る布を使ってます。何でもいいですよ、布なら。まあ、T シャツの切れ端とかね、そんな程度でもいいですし、あんまね、マイクロファイバーとかはやりにくいですから、それ良くないですね。で、ほら、こうやってやってんと、さっき塗った茶色がね、ついてたりするんですよ。で、これで落とすっていう意味合いもあるんですね。だからこれ重要です、結構拭き取りの効果として。ただ汚れ落としではないんですよ、このクリームはね。これは油分補給と水分補給を兼ねてる
さっきのはほぼ完全に水分補給っていう感じだったんですけど、さっきのこれはね。ただ今使ってるナッパは、油分補給も兼ねたものなんで。で最後にオリーブオイル塗るんですけど、そのオリーブオイルで一気に濃くなっちゃう可能性あるんで、それをね防ぐためにもちょいちょいやってるっていうだけですね。だからまあそんなね、そんなにやりすぎなくてもいいと思うんですよ。正直結構工程を踏みすぎてる気がするんですよね、このやり方も。だけど私はまあこういうお手入れとかも好きなんでやりますし、こう長く使いたいんで、まあちょっとやりすぎたくらいだったらね、その損した気分にはなんないっていうか、ほら時間の無駄だとかってなるかもしれないですけど、こういうのが好きだし長く使いたいので、ちゃんとしたお手入れをしたいっていうことで、こっちの方がより保証はできないですけど長持ちするようなお手入れ方法ではありますね。これで全体的な拭き取りは終わりました。まあこっちがいっぱいあるんだけど、そんなかな、そんな感じかな。こっちはあとね、このナッパはミンクオイルとか配合なんですよ。だからあれに使えますね。油分補給に使えるので、こっちのさっきのすごいほら乾燥した部分、あそこに使えますね。まあでもオリーブオイルを塗るからね、そんなにそここれでやんなきゃダメっていうわけじゃないですけど、であの辺とかだったら別に靴クリームでもいいです。それつかないからね、ほとんど。だけどこういう大きいところとかは靴クリームは本当におすすめしないんで、であともうこのナッパあたりからあんまり奥は塗らない方がいいです。奥に塗るのはデリケートクリームまで、あれもあんまりおすすめしないですけど、でこのエルメスって部分は擦っちゃダメです。それやったらもう結構問題なんで、消えちゃったら嘘でしょってなると思うんですけど、皆さんせっかくのエルメスがって。私もねエルメスのバッグはほんと昔から欲しかったんで、一気に1ヶ月以内に3つ手に入れるとはねまさか思いませんでしたけど、全部金使ったからね、このエルメスのバッグのために金を全部使った。でね、この新品じゃ売ってないっていうのはねすごいですよね。そんだけすぐっていうかさ、あれ見ました、あの人は50日間でどんだけ買われるのかっていう番組で、正月のマツコの、あのエルメスのバーキンを持ったらどんだけ変わるのかっていう、で本当に変わってましたよね。いやあんだけすごいからね、まあ、ぜひ手入れもしてほしいと思いますね。バッグこんなにそんなに素晴らしいバッグなんだから長く持ちたくないのかな。まあでもね、女性はねちょっとそう考え方が違うんですよね。どうこう言うつもりはないですけど、なんか、うん、流行りとかを追ってる。バーキンは違うと思うんですけどね、バーキンは違うと思うけど、普通のバッグとかと流行りとかを追ってるんで、長持ちすりゃいいとか話じゃなくて、もう手入れされたその味とかそういうんじゃなくて、新品の良さっていうのが第一みたいな感じになってるんで、女性は特にこういうところ指で塗っちゃいます、もう直接。あのわざわざ布で塗る必要ないんで、布だとあんまりね浸透力が弱いんで、布は無駄に布に吸わせちゃってんからね、布に吸わせちゃってるからね滑舌がやばい。今日3本目だから動画撮影3本目だから、ね、きついんで私の動画はだいたい30分近いんで長いんで、まあ、あとはここに塗って終わりだな。まあここは別に手でも布でも何でもそんなにでも気にしなくていいです。さっきでもあれだな、染料使ったから本当は布の方が良かったかもしれないですけど、ここはそんなつかないと思うんで問題ないです。ということでここで、くるのがオリーブオイルです。こちらね、私オリーブオイルを入れてある瓶なんですけども、まあ外とは全く関係ないです。これがオリーブオイル、あの薬局で売ってるねオリーブ油って書いてある 500ml 900円か1000円くらいのやつ、あれです。これ中身、適当に、これキッチンペーパーですね、適当につけて、まあ、そんなにベチャーってなんない程度っていうくらいで、薄塗りした方がいいんですよ。ただこの辺はちょっと曲がるのでちょっと多めに塗った方がいいんで、まあ、この辺を中心に始めた方が楽ですね。なんだろうな、この辺で多く塗っちゃうと
とかにつく可能性もありますし、なんやかんやの影響が出てくるんですね。ここだけ多く塗りすぎてシミになっちゃうとか。だけどもうこの辺でやっちゃえば塗りやすいんですよ。なんていうのかな、説明しづらいな。多く塗るばぶダメ、でも疲れてんだもん。多く塗る場所だからこそ、つけた瞬間の多さでやるっていう感じですね。そういう感じです。でこの辺がほら本当は色褪せがね、多分あれ乾燥による色褪せなんで濃く見えるじゃないですか、ね、だからこれ多分オリーブオイル含んでるからあんまりね当分この濃さから抜けないと思うんですけど、まあさっきの色褪せはなくなったと思います。ほらどうですか、まあ、全然完成してないですけどまだ。そういう感じで見た目がねかなり良くはなると思います。であとこの持ち手の部分はオリーブオイル塗ると手がまあぬるぬるするわけですよね。だからだけどかなり痛むんですよここは。だからちょっと多めに塗るけど塗りすぎないっていう難しいラインで、ラインが一番いいと思いますだからあれですね、ここつけるじゃないですか、ここのさっき塗ったつけた瞬間あれと同じ量をこの上側と下側でやるような、だから範囲は狭いんです。だけど、まあ、多めに塗ると、気持ち多めに塗るとそのくらいにした方がいいかな。でこの辺が悪くなる理由っていうのはもちろんその物理的な話でもあるんですけど、ペーハー的な話でもあるので、人の汗とかはアルカリ性なので、皮は弱酸性なんですね。だからそのペーハー的な影響で悪くなってっちゃう、どんどん腐ってっちゃう皮が、でひび割れちゃうことにつながってるので、まあペーハーを戻すっていう理由でポッカレモンとかねレモン汁をちょっとだけ塗る。といいと思います。まあそんなに食卓とかにはあんかもしんないんで、それをね一滴とか取ってもうこう広げてこうやってやる、そんくらいでいいですね。でこう全体的なところはあんまり多く塗っちゃダメなんで、この角から始めてで、まあ、ついてるじゃないですかここに、だからそれでこう伸ばしていく、そんな程度でいいです。もうほとんど、だけどテカテカはしてますけど、ほとんど塗んないようなイメージでやってください。それ意味あんのかって思うかもしれないですけど、あります、ちゃんと。油分補給になってるんで。で、オリーブオイルとミンクオイルの違いを教えてくださいっていうコメントあったんですけど、まあ、ミンクオイルって本物のミンクでなければ、あれ全部ワセリンなんですね。鉱物油。ワセリンみたいなもんなんで、それもワセリン塗ればって話なんですよ。でワセリンって染み込みづらいんですよね、すごく。だからちょっと嫌だなと思ってワセリンじゃないものにしてます。染み込みづらいんで。オリーブオイルはすごく染み込みやすいんですけど、ペタつきとかあと色が濃くなっちゃうんですね。そういう点があるんですよ。でワセリンはペタつきやすいけど色は濃くなりにくいので、その辺は優れてるんですけど、元からデリケートクリームとかあとスペシャルナッパを塗ってることにより、さっき言ったっけ、皮にね染み込める油分は 8% 程度、水分は 18% 程度が皮に入り込める含有量なので、あのままいきなりね乾燥したままいきなりオリーブオイルを塗っちゃうともうものすごい濃くなっちゃうんですけど、ある程度入ってる状態でオリーブオイルを塗ってるので、そこまで濃くはなるのかな。すごい大量に染み込ませればちょっと別ですけど、まあ、そんな程度なんで、まあ、オリーブオイルでいいんじゃないかなふうに私は思ってます。であとこっち内側とこの辺だけですね。あと結構これ、ね、染み込むんですよね、なんか意外と。であとこういうところとかもオリーブオイルでできるんですよ、油補給だから、まあ
一石二鳥ですね。この辺は楽です。ただ無駄にこんな塗ることはなくて、ちょっとこのティッシュってかペーパーについたやつをこうあるちょっとだけ塗ると、その程度で十分です。まあんまりねここに油ついちゃってると錆の防止にはなりますけど、あれになっちゃうんですよ。ついた時に、手についた時に、例えば中に入ってる書類開ける時、開けるじゃないですか、その時にこの油がついちゃって、それ書類にね油が移ってしまうという危険性が非常に高いんで気をつけた方がいいです。で次にこっちなんですけど、ここはちょっと重要で、この辺はちょっと多めに塗った方がいいです。ここはね、だけどこっちはあんま塗んない方がいいです。なぜならこう折り曲げた時に中に入ってるものとつきやすいんですよ、ここは。だからねあんまり塗んない方がいいんだけど、曲がる部分なんですよ。だからちょっと多めと普通の間みたいな、すごいここはねテクニックがいるような、てかテクニックはいらないんだけど、塗る量が分かんないとちょっと危ないかな程度のところ。ただそんなに超危険だけでもなく、このままですね、もうこれで終わりなんですけども、これであとは適当に1日くらい置いてですね、まだ乾いてないようだったらペーパーとかこうバーって拭けば終わりなので、その程度で、その時に多分乾くと思います。全部乾いてると思うんで、そんなに平気じゃないかな、染み込まないっていうか書類とかにつかないんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ問題ないです。であとやる場所気をつけてください。あのオリーブオイルとか使うんでかなり油染みができやすいんで、変なとこでやるとそこ染みになってね落ちない可能性もあるんで、あとこれこのものちょっと多く塗った方がよかったかな、なんか忘れたとしたらこう人にさっきの使ったねペーパーを使えば、はい以上です。かなりね良くなったんじゃないかな、ほらすごくない、最初の見た目と全然違うと思うんですけど、みっともないみすぼらしい感じから色抜けもなくなって、でここも全然綺麗になったし、おいいな、ここまで綺麗になると思わなかったよ。はい以上です。どうですか、結構綺麗だなと思いますよ。これちょっとここになりすぎちゃったけど、これね実はこれ元々違うんですよ、別物をつけてるんで元々濃いんで残念ですねそれは。まあとりあえず以上です。こんな感じで、バッグのお手入れはできるのでぜひ試してみてください。いくらいいバッグ買ってもなんかみすぼらしいやつ使ったらみっともないんで、こう手入れすれば30分から40分のお手入れでこんなに綺麗になっちゃうので、ぜひお試しください。ということでエルメスのサックアデペッシュのお手入れでした。それでは